こんにちは、チノデッタです。今日は、というか僕がよくいつも聞かれるのが、どうやってサックスを始めたんですかとよく聞かれるんですけど、サックスは吹奏楽、中学の時の吹奏楽で始めて、でもそもそも管楽器に興味を持ったのは、その前は僕は野球をやってたので、プロ野球の応援団を見て、応援歌、吹くトランペットを見てかっこいいなと思った。それがなんか最初だったので、ついにトランペットをゲットして、吹けるようにいつかねなったらいいなと、まあ、いつかです。もう本当に何十年かかるか分かんないですけど、別になんかシビアな練習をしようとかもないし、まあ遊びとしてねできたらいいなということで、トランペット買ってみましたって言っても、これはプラスチックでできてます。で、ただマウスピースとこのレシーバーのとこだけは金属でできてるということで、まあ、そんなやつですけどね、まあ地道にやっていこうかなということで、もうこれで僕今日喋るの終わりかなと思うんですけど、あとはもうひたすら下手くそなトランペットをやってるという動画になります。サブチャンでしか公開できないようなもんですけどね、はい、そんなような状態ですが、もう本当に今現在は全然何もできないです。もうこんなもんですね。こんな音しかならないんです。でも仕組みと指は分かってるので、まあ、そこは救いなんですけど、まあ、あとはもう好きな曲を、前ね、どうやったら楽器上手くなりますかみたいな、もうよく聞かれるけど、まあプロになるとかじゃなければ、やっぱ好きな曲を好きなだけやればいいと、まあ、なんか僕の師匠も言ってましたけど、まあ、僕もそう思うタイプで、ね、まあ、僕にとってのトランペットはそういう感じで、はい、別にそんなに真剣にやるあれでもないんで、サックスとは違って、はい、という感じのことをやっていこうかなというところで、あとはもう本当に下手くそなトランペットがただただ流れるという時間になります。もし興味ある人は見てください。なんか見てて、もしトランペットやってますみたいな人がこの動画見た時に、ああこいつこれこうしたら変わんのになとか思う、教えたがりな人がもしいたらコメントしてください。そろそろ多分もうスキップして飛ばしてみたいな、最後まで見ようかなと思った人もそろそろスキップしようかなと思ったところ、まあちょいちょい喋っていこうかな、うん、何も特に何もないですけど、もしかしたら思いついた時に、あこれは言っとこうみたいなことがあるかもしれないですけど、最後にまでやって、こいつこのなんか何分かでどのぐらい吹けるようになったのかなとかいう、そういう見方するのはやめてください。ただね、やっぱ僕は管楽器とサックスやってるので、どうしたら
なんかどういう音がいい音でとか、どうしたら音程が取れてとか、なんかそういうのはでも頭まで分かるところもあったりするんで、まあそれはいいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、僕としてはトランペットを吹いている気分になれればもうそれだけで十分。これできないの負け惜しみみたいのではなくて、本当にそういう感じというか、皆さんもそういうのはないですけど、まあなんかね、趣味でサックス始めようと思いますとか、始めましたとかいう人はよく僕もそういうお話を聞くんですけど、ああいいっすねと、好きな曲をたくさん吹いてそれっぽい気持ちになれたら、それだけでも儲けもんだなと思ってほしいし、まあそうだなと思う。なんかなんとなく僕がサックスを吹いてるとね、管楽器を吹いてるから、ね、トランペットも吹けた方がとか、上手になりたいとか、やっぱどうしても思ってしまうかなと思うんだけど、思わないようにしようと。なんかその音が鳴った嬉しいとか、あちょっとさっきよりいい音が鳴ったな嬉しいとか、曲吹けるようになりたいないつかみたいな、そういう楽器を始めた頃の気持ちを思い出せたらいいなと思う。やっぱねたくさんやってるとね、まあそういう気持ち忘れるんですよね。まあプロがそんな風に思ってたらダメだと思うんだけど、まあでもそういう気持ちになるっていうのもなんかいいかなと思いますけど、思いません？ウォーターキーもちゃんとついてるんですよね。やるようできるようになる目標は、この楽器じゃできないことあるなっていうことに気づくみたいなところ、
ああ金属のトランペット欲しいな、ちゃんとした楽器欲しいなって思えるようになるとこまで行ったら勝ち。音楽に勝ちとか負けとかないとか言うけど、音楽は勝ちとか負けですからね。押し付け付きなんだよね。それは知ってんの、知ってんの。もう振動しなくなってくるのって、さっきちゃんと鳴ってたんだけどな、さっきちゃんと鳴ってたんだけどなとか、めちゃくちゃ素人っぽいでしょ。なんか昔の YouTube っぽくない？こういうの。はい、終わり。10分もやったら疲れました。まあ楽しくやれればいいですね。以上です。